福島みずほ投手、はい、同性婚ってできるんですか？やりましょうよ、同性婚やりましょうよ。異性愛の人は結婚するしないって選べるわけですが、同性愛の人は結婚届を出すということができないんです。だからとっても困っている。法定相続人になれなかったり、税制の特典が得られなかったり、そもそもまだまだ病院やお葬式の時やいろんな時に、あんたは誰、赤の他人みたいになってですね、なかなか権利が認められなかったり、大変本当に悲しい思いをしているんですね。同性婚、これを認めて幸せになる人が増えるだけで、不幸になる人はいないんです。だから同性婚必要だと思っています。社民党は同性婚を実現します。